と右足を同時にこう上に上げるような手がいいね。反対の手が上がるから逆にグラブしやすいんかな。上半身で上で下半身で板の向き変えてみたいな。右足の着地をちょっと外に逃がしてるのね。左手をつくような感じ。そうすると必然的にノーズに力がたまるんで、一回転回してやってから膝を入れて板をしならせて。